佐伯の息は白陽の白。女子感が多分強すぎて男子はあんまりみたいな。あ、本当ですか。めちゃくちゃいじめられるけど頑張ってるんです。要はそんないじめ思いつくなみたいな。見ないですね。私が生涯読み続けてる漫画は、はい、ガラスの仮面なんですよ。へえ、あれ終わった？終わってないんですよ。まだ終わらんのやったっけ。けどまだ続くんだっけ。続いてるんですけど、もう本当お願いだから終わらせてほしいんです、うん、お願いしときましょう。じゃあ、三内先生で、どんな話でしたっけ。すごい白身になるやつ。そうですね。あのミスターちゃんみたいに。そうそう。何の取り柄もない。何の取り柄もない北島麻也という、はい、貧乏な家の少女ですけど。テニスする人。違いますよ。芝居。天才少女なんです。一度見たテレビドラマとかはもう全部セリフも入ってます。で、友達に昨日こんなやったこんなやったっていう。でもう一人、姫川あゆみさんっていう大女優と映画監督の娘がいて、この人も天才少女です、はい、で、演劇界の幻の名作紅天女っていうのがあって、なんか思い出しました。うん、全然見てないです。紅天女の上演権を持ってるのは月影千草っていう、これ伝説の大女優なんですけど、はい、照明が落ちてきて顔をすごい怪我したので、はい、女優としてはやっていけなくて、でこの先生がその誰に紅天女を引き継がせるかっていうことを延々と、もう私小学校2年生ぐらいの時に読んでるから、すごいな、40年ぐらいずっと決まってないんですよ。すごいですね。その間にマヤはお母さんが死んだりとか、うん、姫川あゆみさんが最近になって失明したり、失明の危機に瀕したり、うんうん、でその上演権を狙ってる芸能プロの速水真澄っていう御曹司が、霊血家と呼ばれている速水真澄が実はマヤに恋をしていて、ずっと紫のバラを送っていろんなトラブルをこう名乗らずにですよ、はい、本当は敵対してるんです表面上、はい、でもずっとそうそう、あのバックアップ足長おじさんバックアップしてあげてたんですよ。あれ分かったやなかったっけ。分かったんですよ。なあ、分かって、なんで知ってるんですか。分かって、一夜を共に、あ、そうなの、しようとしてるところで終わって、まだしてないんですよ。してないんですけど、するであろうみたいな。でもしないかもしれないんですよ、あの人たちは。しないかもしれないですよね。いや、一回船で一泊したけどしなかったんですよ。一緒の部屋に泊まったのに。はい、まだ50巻ぐらいなんですよ。おー、少ないですね。で4年に1回ぐらいしか出ないんですよ、最近じゃあ。それを本当に何とかしてほしい。ああ、すごい読んだの、おいしんぼ読みましたね。え、読まなかったですか。新海原雄山。海原雄山。あれ、でも根本川さんを唐沢くんがやったのはすごい良かったと思いますよね。実写で。知らないです。あ、本当ですか。唐沢寿明だったんですよ。志郎さん役。なんかちょっといいでしょ。なんか似てる気がします。はい、そうなんです。あの実写化。貝原優さんは。貝原優さんは誰がやった。貝原優さん誰やったっけ。なんか分からんけど、ちょっと貝原優さんなんかズラでおかしかったですけどね。まあそんなに。あんな髪型ないです。そうだからですよ。お医者。おいしんぼっていう当たる扉は知ってますけど。でも最初に推し面で言うとハマったのはやっぱりまあ、みなみちゃんなんですよ。へえ。どうしても。みなみちゃんはどうしてもね。そうなんだ。で、また足立みつるがなんかちょっとワンカットぐらいちょっと下着のシーンとか描くでしょ。みゆきとかね。あ、そう、みゆきです。どっちかというとタッチの闇です、うんうん、急に乗ってきたね、うん、あ、それ読んでたよ。書きますよね。
そう、うまいこと書くね。書くね。それでそれを持っていても、そのワンカット100ページ200ページあるうちのワンカットだとしても、そこが一番残るでしょ、俺たちは。残りますね。それを持っててもあんまり惹かれないから読めるし、うまいことやっていただいた足立先生には。すごくいい。ガンダムで言っても同じことですよ、セイラさんとか。あ、セイラさんがね。またガンダムどうだ。セイラさんがなんか無意味にシャワー浴びたりしますからね。へえ。なんだろう、少年漫画はそれはつきものなんですかね。割とそうですよね。関係ないやんっていうので、しずかちゃんの光ね、ちょっとだけ水戸黄門のやつも一緒ですよ。ああ、ワンカット、まあ、なくてもいいもんね。でも私、ああそうか、なんかその女子性のこう裸とかにものすごいロマンがあるでしょ、男性って。でも女性ってその男性の裸にロマンとか感じてないと思うんですよ。本当ですか、感じましょうよ。は？いや、感じないですね。感じてる人はいるんじゃないですか。でも、そうですか。カット、やっぱそシャアに本当に恋をしてる人とかいますか。本当ですか。そうです、僕同級生、中学の時だったかな、シャアじゃないからって別れられた。シャアじゃないって言われたんやけどって言われたおお違うなお前は違うでも本当に言いました、ね、え、エサシがそうやってくれたの。いや、じゃ僕じゃないけど、僕の同級生が付き合ってた、ちゃんと付き合ってたけど別れた理由が面白い。シャアじゃないから、最初から気がつかなかったのかな。そこは気がつかなかった。いや、シャアかもしれんと思ってシャア気味やなじゃあぐらいやったかもしれない、ね、シャアまで行くかもしんねえ、シェアぐらいやったしかしたらそのずっと忘れられない別れた理由ですね。ねえ、ナンバーワン、いいですね、いいと思います。男ももう吹っ切れてましたね、うん、そらそうでしょうね。ねよかった、ね、言うも言ったり、美しい切り口やね。美しい切り口、悪くない、両方悪くないです。おー、そうそうか、みたいな今会ってみたいですけどね、二人。私もそれ思ってました、今どんなことになったのか。影響はあったと思いますよ、ずっと思春期の時のその振られ方と振り方ですからねまあでも私は男子よりもその女子のその子が、その子に、うん、なる、結婚してたとしたら、うん、とか、まあどんな人とシャアかって言う、そうそうそうこれシャアかそうそうそう確認してみよう、うん、案外その男も実はすごいシャアっぽくなってたかもしれないですか。あ、男の方が赤ばっかりカズレーザーすごいメットかぶる仕事してるかもしれないこんなメット。え、でももしかしてですよ、これ見てるかもしれない、あ、二人とも、はい、私だと思ったり、そうそう、同級生俺だと思ったら、名前も忘れましたけれどもぜひぜひ情報をください。わかった、お待ちしてます。あなた今どうしてますか。どうする、シャア、本当にシャアみたいな結婚してたらその二人呼び戻してたら面白いですよね。そう、最高に面白いけど、取材に行ってもいいぐらい、あ、行ってもいいですね、それなら、うん。